CBC ラジオレディオミクパーソナリティの清水愛です。さあ今回は丸ごとミクの日企画の一部ということでミクの日ラジオをお届けいたします。それではこの時間のゲストの方をご紹介しましょう。デコニーナさんとモアモアジャンプ桐谷遥役の吉岡真由さん、そしてワンダーランズショータイム大鳥 M 役の木野ひなさんです。よろしくお願いします。デコニーナです。よろしくお願いします。桐谷遥役吉岡真由です。よろしくお願いします。大鳥 M 役木野ひなです。よろしくお願いします。わー、よろしくお願いします。4人で賑やかにお届けしたいと思いますが、もう皆さん私がやっている世界ステーションにもお越しいただきまして、たっぷりねみくちゃん愛を語っていただいたんですが、中でもデコニーナさんは記念すべき第1回のゲストの方ということで、はい、もう今日もたっぷりミク愛のほど語っていただければと思っております。はい、ちょっと危なかったら止めてくださいね皆さん。今日30分しかないって聞いて、ね、足りるかな。ギュッと詰めるですよね。もうせめて39分にはしてほしかったなと思ってはいるんですけど。確かに本当だ。お話進めてまいりたいと思います。はい、改めて本日語呂合わせでミクの日ということで、この番組も初音ミクに関連した番組ということなんですが、もう皆さんねミクちゃんと出会ってからかなりの月日が流れているかと思いますが、特にデコニーナさんは出会ったのが2007年くらいだと思いますが、今まで振り返ってみていかがですか？なんか未だに初めてミクの声聞いた時のなんか衝撃みたいなのが、はい、残ってて、はいはい、で僕も長いこと活動してるんですけど、うん、やっぱその時の衝撃をなんか聞く人にもっとこう伝えたいな、知ってほしいなみたいな気持ちでやってるのが、ずっと続いてるのが、うん、やっぱなんかミクの声の力すごいなって思いますね。どうですか、その最初に聞いた時のミクの声っていうのは改めてデコニーナさんにとってどう映りました？最初ボーカロイドってものを知らなかったんで、可愛い子が歌ってるんだろうなって初音ミクっていう名前の子が歌ってるんだろうなと思ったんですけど、それが違って、でもその違ってそのなんていうんですか、合成音声だっていうことが分かっても、なんかすごい頭に染み込んでくるようないい声だなって思って、特になんか変ななんていうんですかね、感想は抱かなかったですね、合成音声とかに関して。自然と自分の中に入ってきました。なるほど、うん、そういえば以前ね某テレビ番組のインタビューでは波形が可愛いんだよなっていうかなりねやばい、かなり印象的なお言葉もおっしゃっておりました。ね、これ吉岡さん木野さんかなりこじらせてる感じはあるかなと思うんですが、伝わってきました。すごい、でも波形、でもこれはもうボカロ P さんならではっていうね、うんうん、感じもしますよね。見てる仕事だからこそって感じしますよね、うんうん、ここの話エピソードだけでもかなりミク愛がね深いデコニーナさんだということはもう皆さん、うん、もちろんこの話以前にもご存知だったとは思うんですけれども、うん、やっぱり長く活動されているといろいろなシーンをね、まあ、見てこられてると思うんですよ。ミクちゃんがそれこそ盛り上がっていろいろな曲が生まれる黎明期からデコニーナさんも参加されてっていうような時代の流れですが、改めて16周年を迎えるミクのこの環境の変化というのは何か感じられるものはありますか？僕プロセカがリリースされて、はい、今超人気じゃないですか、うん、で若いファンの子がすごい多いなって印象があるんですよ、うん、でそのあたりから僕の動画見たり聞いたりする子たちの年齢層が若くなってて、あ、ちょっとわかる、はい、わかります。そうそう、なんかプロセカきっかけでなんかボーカロイド知ったりとかして曲好きになって聴いてくれてるね若い子たちがいるんだなっていう感じがすごいしてて、とってもね嬉しいし素敵なことだなと思います。うん、吉岡さん分かるとおっしゃってましたが、はい、やっぱりキャストの皆さ
んも肌感覚でそういうことはありますか？そうですね、プロセカのそれこそ生放送とかやらせていただくと、そのリアルタイムにコメントを打たれたりとかするんですけど、はい、それでもあの中学生ですとか高校生ですみたいな子がリアルタイムにツイートして見てくれてるっていうのを実際に目の当たりにしてるので、それを感じます、はい、私も。もちろん吉岡さんも木野さんも学生時代にそうやってボーカロイドに親しんで、はい、今こうやってねみくちゃんたちと一緒に物語を紡いでいて、また歌も歌ってると思うんですが、木野さん的にはそういったあの若いファンの方々ってどう映りますか？そうですね、私も中学の時に桜の雨歌ったりはしたんですけど、でも深く知るようになったのはプロセカきっかけなので、それきっかけで、やっぱプロセカきっかけで同じように知ってくれた人とか、これ聞いてあこの楽曲すごい素敵っていうコメントもたくさん届いてたりするので、本当に昔からみくちゃんのことが大好きだよって方も、最近知ったよっていう方も、みんながこうみくちゃんを愛せるというか、同じ楽曲に対して盛り上がれるっていうのは本当になんていうんだろうな、素敵なことだなって思いますね。で、まあ、デコニラさんに関してはプロセカへの書き下ろし楽曲もね多く、はい、書き下ろしで制作されていますけれども、はい、これはご自身のオリジナルの制作とこういうふうな書き下ろしで何かテーマを持ってという時には、曲の制作っていうのは作り方は変わったりするもんなんですか？いや、そこまで変わらないですね。はいはい、多分ファンの方が僕がプロセカに曲書きますって言って、それでちょっと僕がプロセカを意識した曲にしすぎちゃうと、デコニラの魅力ちょっと減っちゃうなって思うんですよ、はい、うんうん、それはあまり期待されてないだろうなっていうので気をつけながらやってます、はい、バランス感覚というか。そうです、書き下ろすときに、まあ、デコニラの魅力を失わないように、かつプロセカの世界観にも合うようにってところをうまいことバランス取りながらやらないといけないなって思いながらやってます。そのプロセカに関しては2周年の記念ソングとしてジャーニーも書き下ろしされておりますが、はい、こちら以前世界ステーションにお越しいただいた時にデコニーナさんはまずテーマから決めて曲作りを始めるという話があったかと思いますけれども、はい、こちらのジャーニーもまずテーマから決めて進められたんですか？そうです、ジャーニー日本語だと旅ですね。はい、なので2周年ってことで、うん、これまでキャラクターみんながしてきた旅と、うん、これからしていくであろう旅、その両方をちょっと包み込んだような歌にしたいなと思って、うん、このタイトルにしました。吉岡さんも木野さんも、はい、まあ、キャストの方としてプロセカに関わっていて、はい、いろいろ2年の中で思うところもたくさんあると思いますし、うん、私ももう一豆腐としてなんかいろいろ思い出もあったりするのでちょっと一旦ここで噛み締めながらジャーニーを聞いて、またプラスアルファいろいろなお話伺いたいなと思います。それではせっかくなのでデコニーナさんから曲紹介の方お願いいたします。はい、それでは聞いてください、ジャーニー。バーチャルシンガーバージョンのジャーニーをお届けしております。まずは吉岡さん、はい、井野さん、はい、こちらの曲改めていかがでしょうか？
いいですか。はい、どうぞ。すいませんね、翔太さんから。私たち、うん、このジャーニー多分親しみが高いのって、うん、プロセカ感謝祭の日だと思うんですけど、ね、去年やらせていただいたリアルイベントの時に、うん、初めてミクさんたちと一緒にみんなで一緒に歌う曲っていうので、うん、このジャーニー私たちに歌わせていただいて、はい、一体感みたいなものをより感じれて、すごく楽しかった記憶と、あとノリの良い振り付けと、あとこの掛け声みたいな、当時はまあできなかったですけど、まだみんなの心から伝わるパッションみたいなものを一緒に感じた記憶があって、もうそれが鮮明に今蘇りました。すごいそれで印象深いですけど、うん、改めて歌詞を見ると、うん、一つ一つ本当に良くて、うん、お気に入りの歌詞が私はありまして、いいんですか、はいはいはい、何もないとかじゃない、君以外とかじゃない、君はちゃんと僕の救いになってるっていう歌詞とか、うん、こんな歌詞書けるなんてどんな人って思ってたんですよ。私もこんな人です。こんな人です。どうも、初めまして。こんな人です。すごい素敵すぎますね。なんでこんなあったかい言葉が出るんだろうって、私はもうこのジャーニーって曲聴きながらもうすごい思いましたし、もう本当に大好きな一曲となっております。本当に、はい、これ本当の話なんですけど、はいはいはい、プロセカ感謝祭の楽屋でずっとジャーニーの歌詞がいいっていう話をキャストみんなでしてて、あ、本当ですか、嬉しいな。そうですね、これミクにも各キャラクターにも当てはまるっていう、うん、なんて素晴らしい曲なんだっていうのを本当に話してたのね、本当に、はい、じゃあちょっとそのあたりはね、ご本人に聞きたいところですよね。はい、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 じゃあデコニーナさん、改めて、まあ、旅というのがテーマということですが、うん、歌詞はどういった思いで紡いでいらっしゃったんですか、これは。僕その世界っていうものがキャラクター同士の間にあるものだと思ってて、うんうん、はい、その優しさとかそういう関係性の間に存在してるものだと思ってて、うん、それを頭に思い浮かべながら書いたんですけど、うん、はい、だから結構その優しめになってるのとかも、キャラクターが相手に対して、うん、なんて言うんだろうな、こう無理やり腕を引っ張ってさあ行くぞとか、背中バン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 叩いて、うん、はい頑張るよとかじゃなくて、うんうん、もうちょっと本当に自分も同じ立場なんだよっていうところで、うん、で相手が辛いのも分かるからこそ、うん、じゃあ相手が言ってほしい言葉は多分今自分が言ってほしい言葉だから、だったら何がいいだろうとか、なんかそういうのを考えながら作ったんですよ。で、うん、木野さんがさっき、はい、好きな歌詞の箇所があるって言って僕にもあってですね、うん、僕だから助けてお願いしますって、すごいお願いしますのとかですね。そうです、そうです、はい、なかなかその人を頼るっていうのってなんか勇気がいるじゃないですか、はい、うん、なんかね、結局こう自分一人で抱え込みすぎちゃって、もうどうしようもないとこまで行ってこう頼っちゃうみたいなところ、うん、でその頼るタイミングをもうちょっと早めにこうね、自然と頼れるようになったらいいんじゃないっていうの で、これをミクとか、はい、キャラクターとかが、うん、お願いしますって、だから助けてお願いしますって歌ってると、なんか聞いてる皆さん、そのユーザーの皆さんとかが、あ、なんかこういう風に気軽に誰かのこと頼っていいんだって思ってくれたらいいなっていう気持ちもあって、だからそのキャラクター同士の関係性の曲でもありますし、それを受け取ったユーザーの方がちょっと辛い時なんかこれを聞いて元気出るなとか、なんかもうちょっとだけ頑張ってみようかなとか、なんかそういう風に思ってもらえたらいいなとも思います。元気出ますもんね、この。いや、そうなんですよ、なんか強く引っ張ってくれるというよりも隣で一緒に歩みを進めてくれるというか、いや、なんかあったかいし、一方でサウンドに関しては結構激しかったりもね。あ、そうですね、2番とかですごいしますよ、ドラム大変なことになってますからね、はい、そのなんかギャップも良くて、うん、ドキドキとかの先にある新しい世界がね、また見えてくるような、うん、もう本当にまた2周年を迎えたプロセカが今後どんな風に進んでいくのか楽しみになる一曲だなというふうに思っております。ありがとうございます、ね、
で今回はねバーチャルシンガーバージョンを聴きいただきましたが、はい、ぜひあの世界バージョンも含めて、うん、あの聞いてほしいなと思うんですが、あのそんなバーチャルシンガーバージョンミクバージョンの方のミュージックビデオでは、はいはい、これあのデフォルトのミクさんが世界のねいろんなミクさんたちに手を引かれているような構図になっていて、すごく印象的な一枚のイラストなんですけど、これデコニナさんメッセージ性は何か考えられたものがあるんですか？あ、そうです。僕あのプロセカのおかげで、うん、すごい若いまだボカロ聞いたことなかったような子たちが、うん、プロセカをきっかけにねボーカロイドっていう文化に出会って、はい、楽曲に出会って、なんかその感じがあの MV だとあの世界ミクたちが、うん、あのバーチャルミクの手を引いてるんですけど、うんうんうん、はい、あれ本当はなんか 誰の手でもいいって言ったらあれですけど、うん、あそこのミクの手はユーザーの手でもよくて、だからあの世界ミクたちによってこうボーカルの世界に手を引かれていったみたいな比喩でもちょっとあったりして、はいはいはい、そうですよ。であの MV ではミクのね手になってるんですけど、バーチャルミクの、うん、それはあのミクにミクが手引かれてるって構図いいよなって僕が思ったからです。なるほど、うん、はい、なんか私もあれを見てて、その一その何色でもない新しい新人クリエイターがなんかあなただけの色をこういう風に見つけたらいいんだよみたいな、なんかデコニーナさんのなんか思いもあったりするのかしらとかいろいろ深読みをしてしまって、でもいろんな手にあれはミクの手っていうのは変えることができる。あ、そうです、見てる人の手でも、自分が好きな思い出のあるキャラクターの手に、ね、して捉えてもらってもいいですし、はい、すごい、より親近感が湧きそうですねこの話を聞くと。ですしやっぱミクちゃんたちっていろんなね新しい世界を見せてくれる存在だと思うので、そういった意味でもより印象的に感じるかもしれません。ではあっという間に残り時間もわずかになってきてしまっているということで、せっ楽なのでちょっともう一曲ここでお届けしたいなと思います、うん、ではまたデコニーナさんから曲紹介のほどよろしくお願いします。はい、聞いてください、合言葉4。お届けしているのはデコニーナさんで合言葉4でございます。ではこちらも吉岡さん、木野さん、いかがでしょうか。はい、どうぞどうぞ。すっごいキラキラしていて、うん、もうデコニーナさんの愛がこれでもかってぐらいぎゅうぎゅうに詰まった一曲に、うんうん、もうなんか曲楽曲が、うん、キラ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 輝いてるようにすごい見えましたし、うん、どうですか。いいですか。はい、あ、ずるいですよねこの曲。すいません、シンプルに、
初めてこの曲を聴いた時に本当に、うん、あなんてことしてくれたんだろうってすごい思ったんですけど、美味しいコニーナさんの美味しいとこ取り一曲に詰め込みましたみたいな曲で、しかも私デコニーナさんの可愛い楽曲もかっこいい楽曲も全部大好きなので、その要所要所いろんなところが入ってる感じがすごく感じられて、私大好きなんですよこの曲。ありがとうございます。そんな風に思っていただけて合言葉シリーズに関しては2009年に、まあ、始まったというんですかね、うん、一番最初の合言葉が投稿されて、うんはいはい、まあ、今回は2022年の5月27日の方をお届けしておりますが、はい、これデコニーナさんそれぞれにやっぱ思い入れとかがあるわけですか？ありますね、うん、なんかその時の自分のサウンド感を合言葉っていう、うん、なんていうんですかね、テンプレートって言ったらちょっとあるかもしれないですけど、形に落とし込んで書くっていう、うんうんうん、だからその合言葉4に関してはここどんぐらい4年とかぐらいのデコニーナが詰まってる、うん、まあ実際に一番最後のサビが終わった後の過去曲ラッシュみたいなところで他の曲がね、うんうん、大好きです、キュンとしちゃうそこでとかあるんですけど、一旦なんかこう合言葉を聞いてもらったらなんかその時のデコニーナがわかるみたいなような曲だし、まあ、みんなに対して聞いてくれたみんなに対しての感謝を伝える曲っていうので書いてますね、うんうん、これもね感謝というのが一つテーマになっているような気がするんですけれども、はい、デコニーナさんから、うん、こうミクへの思いっていうのをなんかこれは現役で飲んでる感じがね、なんか吉岡さんめっちゃ飲んでたなんかすごい濃ゆいみたいな、はい、もちろん、ね、これを聞くと今のデコニーナさんが分かるっていうふうにもおっしゃってたんですけど、うん、そうですね、歴史ですもんね、うん、そうなんですよ。でまたこういった合言葉だったりだとか、さまざまな曲のリローデッドというようなね、シリーズというんですか、はいはい、過去の曲の再構築などをされていることも最近は多いかと思うんですけれども、はい、これもやっぱり先ほどお話しあったプロセカの影響っていうのはあったりするんでしょうか？まあ、そうですね、プロセカでそのお話した内容だと、その若いファンの方が新しく入ってきてくれるっていうのがあって、うん、で僕自身はすごいまあ長く活動してるんですよね、はい、でそうすると新しく例えばじゃあヴァンパイアから入ってきました、これで初めてボカロ聴いたし、うん、デコニーナの曲も初めて聴きましたみたいな子に、昔の曲もいい曲あるんだよっていうのを聴いてほしいなっていう、うんうんうん、で例えばねファンの年代が例えば20歳ぐらいちょっと違ったとしても、うんはい、同じ曲で同じ話ができる、うんうん、っていうのがそのリアルタイムに行えたらいいなと思ってて、うんはいはい、モザイクロールのリローデッドとか出しましたけど、その時、はい、オリジナルはもう自分が何歳の時に聴いてたんだよっていう人と、うん、この間上がってたモザイクロールのリローデッドみたいな曲良かったよねっていう人が同じ曲で話ができる、うんうん、確かにっていうのはなんか、うん、結構僕が長く活動しているからこそできることなんじゃないかなっていうのもありまして、ね、まさにだから過去の曲たちを今のデコニーナが再構築したらこうなるっていうサウンド感にして、うん、昔のもいいし今のもいいしって思ってもらえるような感じで作ってます。これは吉岡さん、木野さん、はい、我々ファンとしてはもう二度おいしいのでありがたい話ですよね。いやそれを作家さん本人がやってくださる、いいんですかって感じですよね。本当ですね。チートですよね。もうそんな愛あふれるデコニーナさんとサウンド、そしてミクと一緒にね奏でられる音楽を今後も私たちファンはね楽しみに待っていたいなという思いでまたいっぱいなんですが、うん、じゃあ最後にせっかくのこのミクの日3月9日ということで、デコニーナさんそして吉岡さん木野さんに初音ミクへの感謝というのと、うん、今後ミクと一緒にやってみたいことというのがあればお聞きしたいと思います。ではまず木野さんからお願いします。はい、ミクちゃんへの感謝ですね、私もプロセカを通してミクちゃんの手を握ってこの知らなかった世界に導かれた一人なので、本当にこう知らなかった楽曲たちに会うたびに、あこんな楽曲あったんだとか、こう救ってもらう
落ち込んだ時にこの楽曲を聴いてこの言葉に励まされて明日も頑張ろうとか安心して夜眠れたりとかすることもすごい多くなったのでこのプロセカを関わってからなので本当に知らなかった世界を広げてくれてみくちゃんありがとうっていう気持ちですごいいっぱいでございます。あとですね一緒にやってみたいことはワンダショーが遊園地と関わってるので、うんうん、遊園地でテーマパークとかでコラボできたら嬉しいなって、うん、いいですね。もうずっと思っててテーマパークの中の音楽もそうですし、うん、ショーをみんなでやったりとか、うん、朗読会とかをできたらいいなってずっと思ってるのでいつか叶えばいいなって思ってます。見に行くでみくちゃん自体はねそれこそいろんなテーマパークとコラボしてますが、うん、これはプロセカさんにも頑張っていただいて、はい、みんなでまた遊園地で、うん、確かにこれはいいですね、はい、では続いて吉岡さんお願いします。はい改めてみくえっていうとなんか緊張しますけど私は、うん、まだ高校生の時に同級生からボカロを布教してもらって知った側の人間なのでその中の一枚の CD の中にもちろんデコニーナさんの曲も入ってたりとかしてその出会いがなかったら多分今ここに私はいないと思っているし、うん、その当時布教してくれた友達を通してミクへの感謝っていうのは1回目あるんですけど今改めてお仕事としてミクちゃんと関わらせていただくっていうことになって時代の流れもありつつもその間に死ぬほど曲が増えてでこんなにいい曲がたくさんあるんだっていうので、うん、曲で語り合えるっていう時間がやっぱ増えたんですよね。なんかそういう有意義な時間を過ごさせてもらっているっていうところが本当にミクなしでは生きていけない人生に確実に私も沼に一歩足を踏み入れてしまったなっていうふうに思っているのでこれはもういい意味で本当に大感謝だなとミクには改めて思っております。いつもありがとうございますっていうのと、うん、一緒にやってみたいことは、まあ、ももじゃんアイドルっていうことでやっぱ歌って踊りたいですよねミクと一緒に、うん、なんか歌って踊ってファンのみんなと一緒にライブを作るっていうことで私はアイドルは一つの形完成形だと思っているのでそれをやっぱり体現していきたいなと私もキャストの一人として思っております、うんうん、はい、はい、じゃあそのあたりもまたカラパラさんにお願いすることばかりになってしまったお願いしますね、セカライではねコールもね解禁になりましたし声出しもできるようになってまた一歩近づけてると思いますので、はい、検討のほどよろしくお願いいたします。では最後にデコニーナさんお願いします。結構僕感謝曲でね伝えちゃってるのでちょっと泣く泣く割愛しようかなと思いつつもはい、ミクいつもありがとうって感じです感謝で言うとでやってみたいことは、うん、今僕実際まだ言えないですけどやれているので、僕がやってみたいなって思うことを頑張って実現しようと、まあ楽しみしようとしているので、お楽しみにというのと、はいはい、まあ今日3月9日ですよね。はい、まあデコニーナなんかするんじゃないですか、ね。わわ、おっと、これ以上は深夜。25時これ以上は起きているすげえ今すげえマネージャーがガラス越しに俺の顔見てきてるんでこれ以上は言うなみたいな感じだと思いますなるほど承知いたしました。じゃあ、はい、今日ねたくさんプロセカ関連でも配信だったり企画がありますが、うん、デコニーナさんの何かお知らせにも皆さん大注目ということでございます。 SNS 見なきゃぜひ、いや忙しい一日になりそうですね、うん、はい、いやあっという間に30分過ぎてしまってちょっと名残惜しいところではあるんですが今後も皆さんとまたミクとの作品私も一ファンとして楽しみにしております。本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ということで丸ごとミクの日企画はまだまだ続きますのでこの後もお楽しみに。ここまでのゲストはデコニーナさんそして吉岡真由さんそして木野ひなさんでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
なら